おはようございます。1月23日7時14分の相場解説になります。これがねデイリーなんですけども、デイリーはまあ相変わらずですよね。右肩上がりがずっと続いていますんで、まあ買いで入ればよろしいんじゃないかなと思いますね。デイリーでやってる方ですよ。ただ買いで入るポイントがこのポイントから上だとなかなか利幅がちっちゃいんで、この時はどちらかというと売りに入るか見ているだけの方がいいかと思いますよね。買いで入るタイミングっていうのはこういうところとかこういうところね、たくさんありますよね。どこで入っても儲かりますんで、まあ今もねちょっと今下がってるところなんで様子を見た方がいいですね。デイリーの方も仮にこれがもうちょっと下がるようでしたら、まあ、買いに入ればいいんじゃないですかね。まあ確かにアリゲーターの3本のライン見ると上の方に向かっているように見えるんですけども、これこの後一旦下に下がりますからね。じゃあ4時間の方見てみます。4時間の方を見てみると気づいたことがあります。それはですね、抵抗があるんではないかなってことですね、この辺りに。ですんでこれだけ強い勢いで上昇を続けてきた波動も落ちているわけなんですよ。でここに達してまた落ちてきているということで、4時間では今度ね下げに転じてるんじゃないかなっていうふうに見えますね。まだわかんないですよ。で肝心なのが1時間なんですけども、1時間についてはちょっとね私解説があります。それはですね、こちらヒゲのちっちゃいロウソク足、ヒゲの派手に出ているロウソク足っていう話を昨日しました。その後で大きくですねヒゲを出しながら陰線と陽線が入り乱れてるんですよ。こういうふうにバンバンバンと、こういう時は私はすいませんちょっと入れませんね。こういうふうに1本ごととか2本ごとに陰線と陽線が激しく入れ替わるようなところはどこでエントリーするのかね、エントリーポイントが定めにくいのと、エントリーしてもその利確がすごくしにくいんですよね。一瞬でドカーンといっちゃいますからね。これ1時間足ですけども、1時間で1本がこんなね派手な動きをするものっていうのはちょっとねついていけないですよ。最初から分かっているんだらまだしもですけどね。で取れそうなのがここなんですよ。ここ、こういうふうに同じ方向に向かってるやつね。ただまあこの時間帯は私寝ていましたんでできないけどできないんですけどね。で今日はね15分の方ちょっと見てみましょうかね。15分を見るとほらトレンドが形成されてるわけなんですよね。 V を出した後下に行って下に行って下に行ってってことなんで、この15分でやってる場合は売りでですね、ここどっかでエントリーできたんじゃないかなと思いますよね。例えばこの辺でエントリーできたのかもしれないし、この辺でエントリーできたのかもしれないと。で今後もエントリーする姿勢になるかもしれませんよね。ただまあ私の視線上は1時間なんで、1時間をこれから見ていくってことになります。ポイントはですね2つあります。大雑把にゾーンを引きますけども、ここの抵抗に押されて下に行ったという流れがあるかなっていうことですね。もう一つなんですけども、これも大雑把ですけども、この辺りにもう一個抵抗があるんで、このまんまこの1時間足で今日も下がっていくとは限らないということですね。どちらかというと、こちらとこちらにこうしてですね、そろそろ反転をするんではないかなっていうふうに私は見ています。じゃあこの反転が始まるのか、それともさらなるゾーンを突き破っての下落に、継続に入るのか、こちらの方を見極めてからエントリーをしようというのが今日のテーマです。本日は以上です。では失礼します。